どうも、はちっこ TV チャンネルのゆうきです。早いですね。もう9月に突入しちゃいました。2009月1日から9月7日までの記念日を一気に紹介していきます。それではご覧ください。どうぞ。はい、ご覧いただきました。皆さん気になった記念日あったでしょうか。僕気になったの9月6日、6日の、鹿児島黒豚、黒牛黒豚、黒牛でいいのかしら。こちら語呂合わせとなっていて、黒、96が黒の語呂合わせ、鹿児島の黒牛黒豚銘柄販売促進協議会制定で1998年からスタートしております。これ、ね、黒つながりでいくとこれ面白いんですよ。あの松崎しげるさんの日っていう風になってて、これがデビュー、松崎しげるさんのデビュー45周年を記念して、松崎の日に日や焼けた黒い肌、これも多分黒なんですよね。で、日本記念日会記念日協会に申請して、2016年に、認定されたと。すごいですよね。これはもはやっていう話で、まあ黒が続いたと、松崎しげるの日でもあるよっていうことですね。松崎しげるさんの日でもあると。素晴らしいですね。ぜひ皆さんも気になった記念日あったらね、コメントなどで教えていただけると嬉しいです。それでは次回の動画でお会いしましょう。またねー。